カタリーナ・バーサー・アブ・スベリエは、スウェーデン王カール9世と、その最初の日で、プファルツ選帝公、ルートビヒ6世の娘であるアンナ・マリアの間の娘、グスタフ2世、アドルフのイボアネ、カール10世、グスタフの母親、プファルツクレー校、ヨハンカ・ジミールに嫁いだ。カタリーナは幼くして、実母を亡くしたが、ママ母のクリスティーナとは、非常に仲が良く、 腹違いのテーたちにも慕われていた。1611年に不王が亡くなり、弟、グスタフ・アドルフが即位すると、カタリーナは、若い親王の腹心にして助言者となった。1615年6月11日、カタリーナは、ドイツのプファルツクレーコー、ヨハン・カジミールと結婚した。夫妻は結婚後2年間はスウェーデンに滞在し、1617年に、ドイツに移った。 1622年、グスタフ・アドルフはドイツで30年戦争が深刻化していくのを有料し、姉カタリーナとその家族にスウェーデンへ避難するように申し出た。クレーブルク公爵夫妻はこれを承諾し、国王が住まいとして用意したエステル・イエートランド地方のステゲボリ城に移り、カタリーナはステゲボリ伯爵夫人を称した。1632年に、 グスタフ・アドルフが戦死し、王妃マリア・エレオノーラが悲嘆に暮れて、子育てを放棄すると、カタリーナが幼い名のクリスティーナ女王の母親代わりとなった。カタリーナは1631年から1633年、1636年から1638年の間、クリスティーナの公的な保護者だったが、クリスティーナはおばに育てられた時期を非常に、 幸福だったと1695年に完成した、ストックホルムのカタリーナ教会は、カタリーナの名にちなんだものである。また、1654年のクリスティーナ女王の退後、3人を除いて、歴代のスウェーデン王はすべて、カタリーナの血筋を引いている。夫のヨハンカジミールとの間に8人の子女を設けた。ありがとうございます。